DS4 は、かつてフランスの自動車メーカーであるシトロエンが、後期からは、DS オートモビルズが製造、販売していた、C セグメントのハッチバック型乗用車である。2011年3月のジュネーブモーターショーに出展、同年9月28日には日本で、販売開始。シトロエンの新ライン、DS シリーズの中枢車種として、DS3 の上級版としての役割も担う。 クロスオーバーモデル。C4 をベースに、クーペの流麗さと、適度なアイポイントを持つクロスオーバー SUV の、デザインを融合したフォルムとなる。クーペらしさを求めて、リアドアのアウターハンドルは、C ピラー状に同化させており、デザインの自由度を高めた結果として、ドアガラスは、はめ殺しとなっている。第26回国際自動車フェスティバルにおいて、最も美しい車として選出された。 2016年4月1日、DS ブランドが独立したことに伴って、日本向けにマイナーチェンジを発表。フロントグリル中央に DS ロゴを配置し、DSLED ビジョンと呼ばれるヘッドライトを備える。また、車高を 30mm 高めた上で、ルーフレールとホイールモールを装着し SUV 風のスタイルとした DS4 クロスバックも同時に登場した。 2016年7月12日、2.0リットルクリーンディーゼルエンジン、ブルーディに6速 AT 組み合わせた、DS4 シックブルーディ DSLED、ビジョンパッケージと、DS4 クロスバックブルーディを発売した。2017年1月10日、日本向けに高性能モデル、DS4 パフォーマンスラインを、限定20台で発売。最高出力百八十 p s を発揮する点零リットル。 4気筒、ブルーディ、クリーンターボディーゼルとトランスミッションイ、e、ート6を組み合わせる。世界的な販売不振により2018年に DS5 とともに生産終了。エンジンはガソリンが BMW と共同開発した1.6リットル直噴ターボで、出力特性により88キロワット、120キロワット、147キロワットの3種類。 ディーゼルは1.6リットルと2.0リットルで高圧直噴となり82キロワット、100、120キロワットの3種類。なお、ディーゼル1.6リットルの一部にはイーハディもラインナップされる。日本仕様は115キロワットのシックと147キロワットのスポーツシックの2グレードとなる。トランスミッションはエンジンにより5速 MT、6速 MT、 にペダル MT の6速 X が用意される。日本仕様はシックに6速 X、スポーツシックに6速 MT を搭載する。なお、2012年9月25日よりシックは6速、AT に換装されている。ありがとうございます。